入れます。うわー、泡がすごい。あ、浮かんできた、すげえ。これで仮面ライダーガブポッピングミフォームになります。パンチングミ、これもこのようにかぶせてあげると、はい、こんな感じでパンチングミに。こんにちは、お風呂に入ってまず洗う場所は顔、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ビックラ卵仮面ライダーガブお風呂チェンジライダー入浴剤です。それでは見ていきましょう。ということでね、来ましたけれども、このでっかいこのボックスで、購入してしまいました。あらあらあら、ほら皆さん見てくださいよ、こんな感じ。ちょっと大量すぎるな、ちょっとこんなには必要なかったかも。はい、この大量セットをちょっと購入してしまいました。はい、ということで皆さんはお風呂に入ったらどこから洗いますか？よかったら、コメント欄でね、教えてください。はい、ということでこんな感じでパッケージが、はい、あります。このガブポッピングミ、ふわまろ、ザクザクチップスの3種類のね、見た目。はい、でこれなんか面白いのがね、この素体が出てきて、そこにポッピングミのこのクリアのやつをかぶせてポッピングミフォームみたいにすることができるということで、グレープの香りらしいです。紫のね、はい、らしいですよ。そして、ラインナップ後ろにね、はい、書いてあります。こんな感じで、ポッピングミフォームと、ポッピングミフォームのパンチングミアシスト、はい、とふわまろフォームと、ザクザクチップスフォーム、はい、この4つがね入ってるそうです。まあ、ということでね、もうこれは早速お風呂でね、試してみましょう。はい、ということでね、今お風呂にやってきました。はい、それではこの僕のね、今住んでるアパートのお風呂でこちらね、ビックラ卵ね、沈めていきたいと思います。結構 YouTuber の人で、あの洗面器にあのお湯入れてこのビックラ卵入れてやってる人いるらしいんですけど、それやるとあのお子さんが真似をするということで結構ねクレーム入るそうなので、僕はこのちゃんと浴槽にねお湯をためました。はい、あの僕はあんまこのね、あの結構お湯沸かすガス代とその水水道代かかるんでやんないんですけど、この動画のためにねやりましたので、はい、じゃあちょっと開けていきましょう。はい、あら紫だね。あ、え、あ、こういうこと、なるほど。この素体がもうすでに1個入っていて、はい、これね、ちょっとすいません、お風呂なので結構エコーかかってるかもしれないんですけど、はい、すいません。これね、はい、かわいい。結構ちっちゃいね。ちっちゃいんだ。でも結構塗装とかしっかりしてますね。これ後でちゃんと見てみましょう。はい、そしてこれね、はい、これがビックラ卵だね。はい、じゃあこのビニールを破いて、はい、来ました。これこの玉をこのお風呂に入れてみましょうね。みんなこのビックラ卵は1日1個ですよ、2個とかやっちゃダメですよ。はい、ということで入れます。うわー、泡がすごい。うわー、広がっていく。うわー、すごいよこれは。だいぶちっちゃくなってます。はい、浮かんできた、すげえ。浮かんできた。何が出るかな。はい、これまだもうちょっとだね。はい、もうちょっと溶かしてあげて、これあれだからね、指でこうさ、最初の玉のやつ割ったら、趣ないからね。うん。ちゃんとこう全部溶けるまで待ちましょう、皆さん。はい、
来ました。はい、さて何が出たんでしょうか。はい、こちらです。お、ポッピングミですね。かわいい。はい、でこれをこれね、ここにかぶせると、うわ来た。え、待って、これお風呂で遊べるんじゃない。これなくしそうだけど、ちょっとあれだよね。あ、ダメか、お風呂で遊んだら排水溝に流されるか、危ないか。はい、って感じでこうやって遊ぶことができます。他のやつもね、出るまで頑張ってみます。ということでね、全て当てましたので見ていきましょう。はい、まずはこちら、はい、素体ね、はい、こんな感じになっております。だいぶね、ほんと細かい造形されてます。でこれね、めっちゃちっちゃいんですけれども、大きさが4センチないくらい、 3.7 センチぐらいでしょうかね。めっちゃちっちゃいんですけど、はい。でこれね、素体は全部全く同じです。塗装とか造形ね、全く同じになっておりますと。はい、でこのアーマーがね、4つ4種類になっております。まずはこちら、はい、ポッピングミフォームですね。はい、こうやって透けるね、ちゃんとクリアパーツになっております。まあ紫のこのクリア感ちょっと薄めかもしれないですけれども、ね、はい、しっかりクリアってわかるね、感じになっております。ちゃんと目とかね、はい、この胸とか肩とかちゃんと造形されてますね。はい、でこれをここにかぶせてあげると、はい、こんな感じでギュッとね、はい、差し込んであげると、はい、これで仮面ライダーガブポッピングミフォームになります。はい、いやこれ面白いよね。こうやってさ、素体にこれをかぶせるっていうね、はい、感じになっております。はい、ちゃんとこのさ、ベルトとかさ、この横のね、回すところとかもちゃんと再現されてるっていう。はい、でね、このガブってね、ごちそうを食べてこうね、そのグミのこのアーマーを作り出してるけどね、ほんとアーマー感があってこれもいいよね。ちゃんとクリアだし。はい、じゃあ次こちら、パンチングミ、これもこのようにかぶせてあげると、はい、こんな感じでパンチングミになります。ここのベルトの部分とかぶってるんですけど、うまいことね、はい、重なって、でこの右腕もね、ほら本当はこうやって下に下ろしてるんですけれども、その右腕を全て覆い尽くすことによってね、はい、パンチングミの大きい腕に見せてるっていうところ、これ面白いですね。下から見るとね、もうちょっとまあ見えますけれども、はい、こうやって、はい、変化をつけてるって感じです。この右腕以外は造形は同じっぽいですね。はい、色もね、全部紫なので、まあ色も同じになっております。はい、で次こちら、ふわまろですね。はい、これちょっと見てください。これね、はい、クリアではありません。まあふわまろ自体ね、はい、このガブのこのアーマーってクリアなんですけど、ふわまろとかザクザクチップスは別にクリアではないので、そこもしっかりとね、再現されております。はい、こんな感じで、すごいよこれ、めっちゃ細かくできてる。ほらこのふわまろのモコモコ感を、すごいね。はい、ということでこれをギュッとね、はい、かぶせてあげると、はい、仮面ライダーガブふわまろフォームになります。すごいすごいよ、ほらポッピングミと比べるとこんな感じになっております。全然違いますよね。はい、いやこれ再現できるの面白いですよね。そして最後こちらです。はい、ザクザクチップス、はい、ザクザクチップスです。これもここにかぶせてあげると、はい、こんな感じでザクザクチップスにすることができます。かわいいね。はい、このザクザクチップス造形わかりやすいね、この色的に。はい、こんな感じになっております。はい、素晴らしいね。はい、こうやって比べるとこんな感じです。はい、いやー素晴らしいね。はい、このね、仮面ライダーチョコの当たりのやつとか、あとこれね、仮面ライダーチョコスナックの、
はい、このおまけのやつとかと比べてもだいぶちっちゃいのがわかるかと思いますけれども、造形が本当どれもすごいですよね。なんかちゃんとしっかりしてる塗装も、うん、でちなみにこちらゴチ像、デラックス版のゴチ像と比べるとこのくらいの大きさになってます。ゴチ像よりもちっちゃいっていう、ほら、でもゴチ像、ゴチ像に食べられそうなぐらいの大きさしてますね。でなんかまあこうやってさ一緒に飾ってあげると可愛いかもね。ゴチ像とこうやって一緒にさ、ポッピングミーとかさ、パンチングミーだったらこうやって、はい、パンチングミーとかって、でふわまろー、はい、ふわまろーでこうやって一緒にこうやって飾ってあげてさ、でザクザクチップス、こうね、ザクザクチップスもこうやってね、はい、飾ってあげると、あ、可愛いね。やっぱりこうやってデラックス版とね、こうやって一緒に飾ってあげると可愛くなりますね。うわー、いいね。はい、まあ、ということでちょっとねこれめっちゃちゃんと水で洗ったんですよ。洗ったんですけどほんのりブドウの香りしますね。うん、はい、って感じになっております。このお風呂もだいぶグレープの香り、うん、でめっちゃいい匂いしました。はい、まあ、ということでね、はい、今回のこのビックラ卵ね、こんな感じになっております。これ第2弾とかも出てほしいですね。なんかもっとさ、このフォームが増えたバージョンね、テレビでもっとフォーム出てきたらそれを追加した第2弾もやってほしいですよね。これ素晴らしいね。このなんかちゃんと遊びの要素があるっていうのがいいですよね。ただのフィギュアじゃなくてこうパーツの付け外しができるっていうのがすごい楽しいね。あの想像力を働かせるなんか素晴らしいアイテムだなと思いました。はい、ということでね、今回の動画、うん、以上になりましょうか。はい、ということでね、これからもこの仮面ライダーガブの商品いろいろ紹介していきますので、皆さん楽しみにしていてください。皆さんも何かコメントあったらよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、 X、TikTok のフォロー、メンバーシップもやってますので、よかったら限定動画とかもあるので見てみてください。以上、スタルケルでした。